なん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 で？な、USJ 行こうよ。別に行きたくねえよ。え、なんで？え、めっちゃ面白い。フライングダイナソー知ってる？え？フライングダイナソー。え、なんか。フライングタイガー。え、違う。そう、北欧のおしゃれな安い雑貨でしょ？じゃなくて、フライングダイナソーって言ってなんかこう、何？腹ばいになって、ジェットコースターでグワーって行く、なんかアトラクションの。あ、全然ピンとこねえ。なんだよ、それ。ねえねえ、なんでさ、X ばっか見てんの？なんか最近さ、この X のおすすめでさ、変な、キメ動画ばっか出てくんのよ。え、さ、見てるからでしょ？なんか、これ見て、俺。なんか、アルパカがさ、歩道ではしゃいでる？え、かわいいじゃん。どういうこと、マジで。で、なんか、キメ動画とさ、なんか、エロい漫画しか出てこねえんだよ、マジで。なんでかよ。ふざけんなよ、マジ。え、てかさ、X で思い出したけどさ、うん、なんかローランドの店全部売り借り禁止したった。うわ、マジそれさ、うちの店でもめっちゃなんかざわついてて。え、てかさ、もうさ、ホスクラってかさ、ホスト業界全部変わらなきゃいけない時期さ、今さ。なんなんこれ、え、トラブルを、あ、それローランドのトラブルを未然に防ぐため。え、未然じゃない？トラブル未然に防ぐ、まあしょうがねえけどさ、確かに、まあいろいろあっからさ。え、だからさ、なんかさ、もう変わる時期なんじゃないみたいな、こっちも変わんなきゃいけない時期なんじゃないみたいな思うよね。あ、おめえ新世代かよ、なんでそれ。てかお前鏡ちっちゃくね。え、なに鏡ちっちゃくね。え、これでさ、どんだけ。え、ちょ、聞いて、これでやるの一番もらえるの。え、試したよ、なんか電気ついてる鏡とか、なんかもうちょっと一回りでかいの。え、なんでが面白いの。え、このなんか小ささでやる方が漏れんの。ツボツボツボ。え、何がツボかわかんない。雨どんだけちっちゃいか。雨がさ、このアパート引き払うわ。え？え、このアパート引き払うわって。え、は？いや、言ったぞん。え、は？え、だから出てくって、このアパート出てくよって。え、あ、もうは？あ、もう聞いてねえよ、その。え、だから金で住む家自分で探してな。は？え、言ったぞん。え、ちょ、もう、え、お前それ何？それ、あ？え？面白くねえから、それどういうこと？え、言ったぞん。え？4日前ぐらいに言ったぞん。は？え、聞いてねえよ、お前。寝てる時。聞いてねえ。早朝の4時ぐらい。お前寝てる時ってそれ言ったうちに入んねえよ。寝てて寝てて思い出すか、寝てて。は？え、4日前。あ、おはよう、かなで。うるせえ。なんかお腹すいたね。ね、ベビースター食いたくない？食いたくねえ。なんで朝からベビースター食んのよ。え、てかさ、このアパート引き払って出てこうと思うんだけど、どう思う？ああ、まあいいんじゃない？田舎帰るわ。はい。あ、言ってた。言ってたっしょ。言ってたわ。覚えてんもん、この会話。で、そう？は？うん、え、でもおめえ、ふざけん、なんで勝手に決めてんだよ。勝手に決めてないからね、前々からそういう匂い感じさせてたじゃん。漂わせてたじゃん。知らねえ、俺鼻、鼻炎なんだよ。俺知らねえよ、そんな。え、絶対にその匂い入ってたよ。入ってねえ、俺鼻詰まってっから、その匂いねえ、ん、あ、ちょ、あ？だってさ、なんか、地位的に、もう、か、何？好きな歌舞伎じゃないの。え、お前何言ってんマジで。え、今の歌舞伎が、なんか、ダリー、ちょっと何？今の歌舞伎が、全盛期の2割ぐらいしか好きじゃないの。あ、おめえ歌舞伎の全盛期何知ってんだよ。え、全盛期って、なんて、地位にとっての、なんか歌舞伎が一番マックスで好きな時から比べると、もう全然なんか魅力感じないっていうか。は？え、なんかさ、もう治安がさ、どんどん悪くなってるし、なんか別に地位は、なんかそう悪いことしたくて歌舞伎行ったわけじゃなくて、なんか楽しいなみたいな、夜でも明るくて人いて楽しいなぐらいの思ってたら、なんかすげえ最近さ、何？あの大久保公園とかのあたりとかさ、やばい感じじゃん。いや、確かにやべえけど最近、別でも、まあ、最近の話じゃねえよ。まあ、歌舞伎なんて昔からやべえから。本当やばいけど、やばいけど、なんかさ、普通にガキとかうろついてんじゃん。あれよくないと思う。おめえ、ババみたいなこと言ってんじゃねえ。てめえ23だろ、まだ。だけどさ、普通にさ、なんか、10代ですかみたいな、肌ピチピチのさ、ツルツルのさ、なんかガキみたいなのがさ、うろついてるさ。ガキ多いけどさ。あれさ、絶対危ないじゃん。ねえ、まあ、そういう新しいやつ出てこねえと、まあ、これ、しょうがねえだろ、こう活性化し、新しいやつは出てきてもいいと思うし、そういうなんか若い目みたいなのいいと思うけど、だ今歌舞伎にいる必要なくないっていう。はそういう気持ちは持ってていいよ。あ、いつか歌舞伎行ってなんか変えてやるみたいな、10代のさ、
なんか若者がそういう気持ち持って学校行ったんだったらいいけど、普通に今の段階で、なんか中学生とか高校生の段階で歌舞伎で遊んだら、もうそれですか、それで、そのレールでしか乗れないから、もうその先ずーっとこの歌舞伎っていうのがついて回るから。どんだけ頭いいんだよ、おめえさ、ほんとに。頭いいうち。おめえマジ家庭教師みたいなこと言うじゃん。サリバン先生。あ、お前、クモンの先生みたいなこと言うなよ、マジで。サリバン先生。説教垂れてんじゃねえよ。サリバン先生知らないの？誰だよ。まあいいけど。まあいいんだけど。鏡ちっちゃいから、マジ、ムカついてきた、それ。で、さっき面白かったけど、ムカついてきた、マジで。違う違う。で、その、聞いて。で、何するかっていうのがあるんだけど。何すんだよ、おめえ。歌舞伎出てっても、な、することねえだろ。もう田舎帰って、まあ、田舎っつっても田舎じゃないんだけど、うちの田舎。おめえさ、田舎じゃねえじゃん、なんか。まあ、一緒に住んじゃねえよ。まあ、体のとことはちょっと違う感じだけど。むかつくんだ、俺田舎じゃねえやつがさ、なんかさ、田舎っつうのめっちゃむかつくんだよね。だから帰って、なんかもう。むかつくおめえ。聞いて。あ、もうさ、チーがなんで歌舞伎に来たかみたいな気持ち。ってか、まあ、ここ大久保なんだけど。なんで歌舞伎に、こう、痛いなと思うようになったかを自分で考えたの、夜寝てる時に、寝る前ね。で、したらなんか、あの、何？もやもやしてて、どこに発散すればいいか分かんないみたいなのが、歌舞伎に来させた原因だなと思ったの。知恵の中のもやもやを発散させる先が、分かんなくて、とりあえず歌舞伎に来てたみたいな感じだったから、なんか闘牛やろうと思って。は？なんかさ、陶芸やったらさ、こうさ、自分の気持ちをさ、なんかこう、何？形にできるし、で、なんか、昔言ったらバリエット投げるじゃん。お前さ、ちょ、待って。陶芸ってだってあの、じいさんがやるやつだろ。でもさ、なんかさ、お前みたいなやつで陶芸やってるやつ見たことあんのかよ。23歳で、なんか、しかもなんかこれ何？可愛い感じの、わかんない。自分で言ってんじゃねえ、可愛いけど。可愛いけども。可愛い感じの女が、なんか陶芸とかってなんかバズるんじゃねえとか、そういう気持ちもあって。いや、おめえそういうさ、なんかバズるみたいな気持ちでやったら、お前失礼だろ、そのじいさんたちに。そうだけど、それも真剣にあるけど、なんか、やってみたいなとか急に思って。なんか夕方の番組でやってたの、陶芸が。で、やりたいなと思って、田舎帰って、陶芸とかやって、で、バイトとかして、で、その先は考えたの。はぁ、おめえなんか、ちゃんと考えてんじゃん、結局。考えてねえとか言ってさ。なんでさ。おめえ自分の将来ちゃんと考えてんじゃん。だって、かなでもさ、いろいろさ、あの、今後のこと聞いたしさ、一緒に生きていく、何？方法とか考えようみたいな話した時にさ、なんか、俺は今しかわかんないんだよ。俺今しかわかんねえ。じゃあ、俺どうすりゃいいんだよ、おめえ出てってさ、家もなくなってさ。何回もさ、それはさ、話したのにさ、なんか今すかって言ってさ、今後のこと考えないといけない。いや、そりゃそうだろう。おめえさ、なんか先のこと考えながら生きてるやつが成功するわけねえじゃん。先のこと考えないとさ、成功しないよ。は？歌舞伎だって先のこと考えないとさ、もう成功しないよ。このままどんどん変な感じになってくよ。いや、今だろ。生きんの今じゃねえかよ。おめえ、何未来生きてんだよ、一人でさ。今さ、楽しければっていうの、自分のことしか考えてないじゃん。それは、地位のことも考えてないし、歌舞伎のことも考えてないし。考えてっから。周りのこと考えてたら、ちゃんと未来のこと考えるから。マジクモンじゃん。おめえ、言ってることマジクモンだわ、ずっと。てかさ、奏でさ、じゃあ何？歌舞伎痛いの、ずっと。痛いっていうか、俺、いるしかねえから。どういうこと？だから俺、田舎、もう、帰ってもやることねえもんだって。なんで別に友達とかいるでしょ？いねえよ。いるぞ。いや、別にいるけど、そんな、友達って言えるようなやつじゃねえもんだって。別に歌舞伎にいるやつだってさ、なんかさ、何？そんな、友達みたいな感じじゃないじゃん。いや、ね、居心地いいんだよ、歌舞伎。っていうかもう歌舞伎じゃねえと俺見切らんねえもんだって。別に絵とかうまいじゃん。寂しいんだよ。え？いや、おめえいなくなったら俺寂しいって。いや、分かってるけどさ。なんでおめえ勝手に決めてんだよ、マジで。壁薄いから俺大声出さないで。寂しいだろうが、地位いなくなったら俺どうすりゃいいんだよ。てかさ、だからうち来る？また、地元。え？だからうちの地元来るって。いや、俺はまだ歌舞伎でやんなきゃいけねえことあんだよ。なんだよ。
だ俺もっとさ、俺だうちの店をさ、もっと俺貢献してえなってさ、思ってる。なんで難しい言葉使ってんの？貢献とか知らないだろ、かなで。いや、覚えてんだよ、最近、貢献って。その、地域貢献だろ？あ、そうそうそう。いや、俺だから、うちの店に、俺もっと貢献しねえとさ、俺もう、頭上がんねえもんだって。え、じゃあさ、なんか一時的に別れて、それでも、なんか地位とかなでが好き好き同士だったら、また、何？付き合うみたいな感じで、一時的にお別れは？あ、ごめんさ、一時的とかなくね、なんかそれ。え、じゃあ別れる？え、一時的とかなんだと別れるしかないじゃん。いやだ、それ中途半端なさやつはよくねえだろ、二人のためにも。その一時的とかってさ。え、コメダの豆食うってか、お前は今話聞いてた？食うけど。え、とかさ、もう行かなきゃやばいわ。ちょ、なんで勝手に行くんだよ。うそ、話終わってねえよ、お前は。おい、ちょっと準備しないと。話終わってねえから、マジで。もう君がいないと何にもできないわけじゃないと。早送り。もし君に、あ、間違えた。さよならと言った君の気持ちはわからないけど、いつもより眺めがいい。左に少し戸惑ってるよ。もし君に一つだけ強がりを言えるのなら、もう恋なんてしないなんて言わないよ絶対。ねえ、うるさいからやめて、壁薄いって言ってんぞ。お前寂しいんだよ、マジでさ。